やり直せるんですか、世界を。これまでのあらすじ。死闘の末、とうとう全ての元凶である魔王ウルノーガを倒したアイヌたち。地に落ちた命の大蛇は復活を遂げ、荒れ果てた世界に再び光が宿った。光が戻った。使命を果たしたアイヌたちはそれぞれ自分たちの故郷へと帰っていった。そしてアイヌたちが魔王ウルノーガを倒し、世界に平和が訪れてから数日後、アイヌと仲間たちはベロニカの死を悼んで、ラムダの思い出の地に集まっていた。ベロニカのお墓？あ、2人分持っとる。お姉様、見てください。今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくださったんですよ。ああ、命の大樹があんなに気持ちよさそうに歯を広げていますわ。おお、綺麗。いいフォルムやね、なんか丸っこい。あの周りの岩は一緒に浮いていった。今までいろいろあったけど、私たち本当に世界を救ったのね。悪しき魔王の手によってこの世界は一度闇に覆われました。私たちは尊い多くの命を失った。やっぱりそれは戻ってこんのよね。でも私たちはこうして生きています。生きて笑っていればきっと何度だってやり直せますわ。それにいつまでも泣いていたらお姉様に怒られてしまいますものね。バッカじゃないのあんた。世界が平和になったってのに辛気臭い顔してんじゃないわよ。ベロニカが宿ったでね。似とる似とる。おう、アイナ様、こちらにいらっしゃいましたか。何、誰？里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな。皆さんぜひ里にいらしてください。待ってました、祝杯の宴よ。さあ行きましょう、アイナちゃん。もういいね。里の人たちってみんな同じ服なん？男は男、女は女で。なんかあれだな、個性というものが何もないな。あ、でもミニスカートかロングスカートかはあるんかな。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、平和になって嬉しいのはみんな同じね。せっかくの宴だ、俺たちもパーッと楽しもうぜ。ベロニカが羨ましがるくらいにな。でもあれやね、ベロニカとセーニャは違う格好なんやね。ロトゼタシアの救世主、仲間たちと共に魔王ウルノーガを倒し命の大蛇を蘇らせたロトゼタシアの救世主に贈られる称号。何しよん。え、何してんの。あらあら、ちょっとあんた随分いい体してるわね。さすが魔王を倒しただけあるわ。魔王から世界を守ってくれたんだから、今度はおばちゃんを守ってもらおうかね、なんちゃってね。超気軽に声をかけてくる。まあまあまあ、お兄さんったら惚れ惚れするほど男前だわ。やっぱりユイ様のお仲間は違うね。おばちゃんがあと数十年もかかったら絶対にほっとかないんだけどね。って冗談よ。陽気なおばちゃんたちだな。聖地のおばちゃんでもそんな感じなんや。お、男前？いい体ですと？私はデルカダール王国の維持将軍。そんな賛辞を受けるような身分ではありません。おいアユナ、先ほどからこのご婦人方が解放してくれんのだ。なんとかしてくれ。ふっ、モテモテじゃねえか。そしてそれを呆れて見てるカミュ。そういえばお前、ウルノーガを倒した時魔王の剣を手に入れてたよな。手に入れた手に入れた。なんか落としとったよね。見た目は変わっちまったが、あれはもともと勇者の剣だったんだ。装備してみても問題ないんじゃないか。マジで装備するんすか。装備、でも勇者の剣装備してるけんさ、私どうなん、強さとか変わるん。どれや、魔王の剣、こんな感じです。あ、両手剣なんや。こんな感じになります。なんかまがまがしいな。大丈夫？世界救った勇者すげえまがまがしい剣なんか持ってるけど大丈夫っすかね。子供たちも陽気だな。待って、他のメンバーどこにいるの。あれ誰、なんか一人カラフルな人が。あ、なるほどね、クエストか。
ちょ待って、ああそこに、ちょ通して通して、ちょあそこに派手派手なシルビアが、何一緒に踊ってんだ。人前で踊るなんてはしたない真似、今までは絶対にできなかったけど、世界が平和になったのが嬉しくって勝手に体が動いちゃうんだもの。こういうのは楽しんだもの勝ちよね。まあいいと思うよ。あーなんて素晴らしいの、真面目なラムダの人たちとこうしてノリノリで踊れる日がやってくるなんて。みんなの自由を奪う魔王もいなくなったし、これで世界中の人々を笑顔にする夢にまた一歩近づけたわね。陽気だな。何やら怪しげな踊りだね。でもこの子が楽しそうにしてるならそれだけで私は幸せですよ。どの子？この子かな。ダンスなんてしたことないからなんだか恥ずかしいですわ。こんな感じでしょうか。それえい、かわいいな控えめですね。ちょっと待って、後のメンバーは一体どこにいるの。残りのメンバーは上の方とかか。あ、いたいた。おーい、あれ、セーニャがおらんな。こうやって民が喜ぶ姿を見ていると、我らが世界を救ったという実感がふつふつと湧いてくるの。こんな晴れやかな気持ちは何年ぶりかな。思えばずっと格好の旅をしてきたから、今の平和が信じられない気持ちだよ。やるべきことはまだまだあるが、悠々自適な隠居生活をする日もそう遠くないかもしれんの。ほっほっほ。やるべきこと、なんかこのさ、クリア後の世界でもなんかいろいろストーリーがあったりとか、なんかサブストーリーみたいなのもあるって聞いたけん、ちょっとそれをいろいろ見ていきたいんよね。私16年前あなたを手放してしまった日から、私は悪を砕くという信念を胸にこれまでずっと走ってきたわ。でもそれももう終わり。これからは私もそろそろ自分の道を歩もうかと思ってるの。まずはデルカダール王国の復興でしょ。ダーハールーネでスイーツ巡りもしたいし、とにかくやりたいことを全部やるわ。ダーハールーネでスイーツ巡り、そんなことしたかったんや。乙女やね意外と乙女なんすね。なるほど。セーニャは一体どこにいるの。上から見た感じいなさそうやけど、この中とか、さすがに中にはおらんかな。お邪魔します。入っていいんすか入っていいんすかね。あ、でもそこは閉ざされとんか。お、世界を救った勇者の宴の主役がどこに行こうってんです。さあ戻った戻った。もしもラムダから出たかったら里の入り口の方から出てください。なるほど、了解です。シェーニャはどこ行ったの。なんかいないんですけど、なんか里の一番よく見える場所におるかなと思ったけど、そういうわけでもなさそうな。あれか？で、全然違うね全くもって違うね。もしも里から出たければって言ったね。里から出ていいんかな。まあいいよったってことは大丈夫ってことよね。もしかしたら里の外にセーニャがおったりとかするかも。結局お、なになになに。おい、あいな、勝手に一人で行くなよな。あ、止められたセーニャどこにおったん。おらんかったやん。どうしたの、アイナちゃん。どっか行きたい場所があるなら私たちもついていくわよ。うんうん、じゃあ行こう。そうね、平和になった世界も見て回りたいし、気になることがあるなら徹底的に調べておかなきゃ。なあアイナ、そういえばグロッタの街の南で何か光ってるのが見えなかったか。見えた。グロッタかどうかは分からんけど、俺はあれが気になるんだが。まあどこに行くかはお前に任せるよ。それじゃあ行こうぜ。あ、あれか、ケトスの上から見よったんか、みんなで。グロッタの町の南ね。グロッタの町の南、グロッタ、グロッタ、グロッタの町の南、どの辺やろ。とりあえずルーラ。結局宴の主役おらんなるけど大丈夫さあグロッタの町にやってきたんやけど、え、グロッタの町の、え、どういうこと、外かな。どこなんやろ。なんか岩場。ちょっと待って、でも世界が平和になってもあれ、何あれ、謎の遺跡。なんか謎の遺跡っていうところにびっくりマークついてんやけど、あれなんなんやろ。ちょっととりあえず行こう。あれかな、まあ、グロッタの町の南やしね、合っとるよね。とりあえずそこに向かって、
この辺やこの辺、光寄ったとこ。お、なんか始まった。何これ、こんなんあったっけ。ここに誰かが住んでいたような感じの、何この不気味な像。はて、ここは前に来たことがあったかの。とても役に立つものをどっかで目にしたような気が。え、あれやない、なんか、そう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 、この独特な装飾、確か神の民の里でも見たわ。神の民と関係があるのかしら。え、落ちてきたとかじゃないよね、上から。何か新しい発見があるかもしれないわね。ちょっと中を調べてみましょうよ。なんだみんな自由に。ここはどんな場所なのか探索すれば何か新しい発見があるかもしれないわ。ちょっと中を調べてみましょうよ。あれ何、敵。ああシルビアさんやった。めっちゃ普通にシルビアさんやった。特に、おお、びっくりした。うん、さっき遺跡を調べていたら古い時代に書物を見つけての、興味深いことが書かれておるんじゃよ。覚えてるかいなよ、かつて太陽の神殿の苗木を通して見た勇者ロウシの人生の奇跡の回想を。この書物にはその回想が詳細に記されておるんじゃよ。そんな書物がなぜこのような遺跡に。なになになに、なんかよくわからんけどすごいものなんやね、きっと。あれ、これ宝箱じゃないんや。開けれるんかと思ったのに。なに、ちょっとワクワクさせないで。カミュー、シルビアさん、なんかあった。これが芸術テストなのか。俺にはただのヘンテコな顔のおっさんにしか見えないがな。ヘンテコな顔のおっさん、まあそうやね、うん。なんて常識にとらわれない個性的でエキセントリックな装飾なの。これは素晴らしい芸術作品よ。そこらに落ちてるオブジェといい、きっとこれを作った人たちは素敵な感性の持ち主だったのね。なるほど、シルビアさんはこういうのが好きなんやね。私はカミュー派やね。どこが素敵なんかがよくわからない。この辺なんかびっくりマーク。姫様のおっしゃっていた通り、この辺りに落ちている瓦礫の装飾は神のための里で見かけたものと同じだ。しかしグロッタの南に神の里、神の民の里に怒りなる遺跡があるなんて今まで聞いたことなかったが。うん、なかったと思うよこんな場所。お、せーにゃく、ジャンプで合わされんのかい。お、髪の毛サラッサラ。なんかあった、何もなさげやけど。なになになに、不思議な壁画ですね。なんだか見入ってしまいます。あー、なんか綺麗、いいね、なんか神秘的な感じ。何か発見はあった、みんな。とりあえず老おじいちゃんだけ発見あったみたいやけど。この遺跡を探している間に神の民が書いた書物を見つけたんじゃ。そこにはこう書かれておる。ん？ロトゼタシアの大地より生まれし、悠久の時間の流れを紡ぐ精霊。その名は失われた時の化身。もしかしてあの、ちょこちょこ歩き寄るやつかな。失われた時の化身。この壁画にあるのがそうだろうか。ん？ああ、なんかうにょうにょしとるやつ。神の民の伝承曰く、失われた時の化身が守りしは、黒源を司る神聖なる光。その光、輝くもよる時、悠久の彼方に失われし者が大いなる復活を果たさん。え、どういうこと？復活って、もしかしてその光には、失ったものを蘇らせる力があるってことかしら。え、じゃあ、あの世界の人々を元に戻るんやないん。それが本当なら彼女も。ん？ベロニカ？思い出して。私たちには心の底から会いたい大切な仲間がいるじゃない。復活するってこと？みんな渋い顔してるけど。ベロニカ、何考えよったん今。考えんでもわかるやろ。お姉様が生き返る？ちょっとローちゃん、その光の力についてもっと詳しく書かれてないの？黒源を司る神聖なる光、忘却の塔にて静かに輝けり、いにしえより神の民が守るし、極秘の歯車手に入れしとき、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべし。神秘の歯車、それがお姉様を蘇らせる手がかり。
え、まさかの生き返るの、ベロニカ。少しでも希望があるなら絶対それにかけてみるべきだ。俺はそうして運命が変わったぜ。まあね、妹助かったもんね、ちゃんと。たとえわずかな希望でも、もう一度お姉様に会えるなら私はその希望にかけてみたいです。だけど肝心の神秘の歯車は一体どこにあるのかしらね。忘却の塔がどうたらこうたらって書いてなかった今。神の民が守るし神秘の歯車、古文書にはそう書かれておったのも。そしてあの岩壁の穴、歯車っぽい。もしかすると神秘の歯車はこの場所の近くにあるのかもしれん。どの場所、書かれてる場所の近くってこと、それともナウでおるこの場所。あそこからさらに奥に行けそうだな。何か手がかりがあるかもしれない。行ってみようぜ。この先、あ、なんか光よる。これか、光寄ったやつって。どう、あ、歯車あった。あいなら神秘の歯車を手に入れた。そんな簡単に、マジか。まあ、神秘の歯車を見つけたのね。さすがはいなちゃん、グッジョブよ。神秘の歯車手に入れしとき、失われた時の化身が集う忘却の塔を目指すべしか。あとは失われた時の化身とやらが集うという塔を見つけろということか。なんとも雲をつかむような話だな。場所は？おっと、失われた時の化身ですか。歯車探しに来たんかな。違う、ついていけばいいんやね。そういうことじゃないんかな。どうしたの、アイナちゃん。もしかしてお前、何か心当たりがあるんじゃないか。実は俺も気になる場所があってさ、命の大樹の北に寂れた塔があるのを思い出したんだ。もしも他に当てがなかったら、ケトスに乗ってそこに行ってみようぜ。何か新しい発見があるかもしれねえからな。ふんふん。さあ、アイナ様、神様が言っていた命の大樹の北の寂れた塔に行ってみましょう。天空のフルートを使い、ケトスを呼べば、その塔に行けるかもしれませんわ。この場所でも呼べるの？全然足元にマークないんやけど。え、来るの、来そう。え、普通にクリアン、どこでもいいんかーい。んっと、ちょ待って、目的地はどれ。あ、あれか。待って、正反対の方向行きよらん。ちょっとやめてよー。あ、違う違う違う、いや、勇者の峰におりません。あ、これや、これこれ。どこ？通り過ぎた、通り過ぎたね、通り過ぎたよ。どれ、このキラキラ。はてな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 におりますか。はい、おります。忘れられた地、忘れられた地、ここにあるん？と、なんかいまいちわからんけど、でもなんかね、きっと何かしらあるんでしょう。はてなはてなはてなとかってなんか意味深に隠されとるってことは、ね、きっと重要な場所に違いないと勝手に決めつけて進んでいく。あ、これ、これや、多分。塔や、塔や。早く走って。ん？ほら！見えた？見た？ちょっと。見て、うー、あれ、精霊だらけなんですけど。精霊だらけなんですけど、めっちゃ上がっていきよりやん。ふぅー。ほら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 。ね？精霊たちが集うわ、この場所に。で、何をどうすればいいんやろ。私たちは壁を歩けないよね。これ入り口？あ、歯車入れるんかな、これ。扉は固く閉ざされている。不思議な形のくぼみがあるが、鍵穴はどこにも見当たらないようだ。神秘の歯車はくぼみにはめますか？はい。ぴったりー。おー。あ、そういう開き方？扉。ん？あれなんやね。下と左右に
扉が開いていくんやね。おお、道が開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。早速岬に進もうかの。行くぞやよな。失われた時の化身、かっこいいな。なんかかわいい見た目しとるけど、怖い怖い怖い。あ、この黒いやつ、あの勇者の星の時の子やないね、見上げよった。絶対こいつ悪いやつやって。忘れられた塔。何これ、なんかめっちゃお隣寄るけど、やだな。うん、でもなんか不気味な感じではないよね、全然。うんうん、なんか神秘的な感じというか、なんというか。ん？ワープ？これ、あ、ワープじゃない。そういう仕組み？すげえ面白い。いいねいいね。そうやって普通に動くのね、これごと。なに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 、どこ行くん？そんな回り道する意味ある？なんか。さあ、これでこっちかな。何が何だか全くわからんね。全くもってわからんね。あっち側は別に何もないんかな。まあ、いっか。とりあえずここ。向こうにもなんか行ける場所というか、動く歯車があるっぽいけど、とりあえずこっちに進んでみた。もうなんかめっちゃ上に上がっていく。はい、そしてどこ？あ、それか。ってことは次はこっち側に動く歯車が。どんどん上に上がっていけるみたいな感じやけど、そうでもないんかな。うん、なんやろ。いや、上には上がりよるね。お、ね、なになになにあれ。なんか巨大なのがおるんやけど、気持ち悪い。とこしえの神殿。これは木？なんかめっちゃ不気味なんやけど。集合体みたいなのがおる。上半身だけ見れば可愛いのにな。私は時の番人、時の行く末を守る者。時の番人？あんたは一体何者なんだ？私は何者でもありません。ただ時の流れを守るだけの存在。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしい、かけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。なになに？なにあれ、月？この先にある祭壇には、時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。その時のオーブの力を使えば、あなたたちの願いも叶うでしょう。ですが、あなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか？失われた時を求めてやもんね、サブタイトル。覚悟だと？どういうことだ？時のオーブとは、失われた時の化身が、遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで、時空の流れが乱れ、すべてが過去に巻き戻るのです。仲間を蘇らせたければ、世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求める。あなたたちがしようとしているのは、世界にとって大きな選択なのです。お姉様を復活させるには、この世界ごと時を巻き戻すことになる。世界ごと過去に戻る。もしかすると、いや、しかし、もしその話が本当だとしたら、死ぬ前に戻るってこと？大地が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。そこからか。そうすれば、ベロニカだけじゃない。あの日失われたロトゼタシアの全てを、今度こそ救えるかもしれんぞい。やり直せるんですか、世界を。おそらく、今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、あなたたちが望む、世界が闇に覆われる直前に、戻ることもできるかもしれません。もし、世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。え？じゃあ誰？私？時のオーブを壊すには、すべてを断ち切ることのできる、大いなる力が必要です。
そのような力がおそらく、この世界で一つしかありません。それはあなたの持つ、勇者の力です。あなたの名前は、そう、アイナというのですね。アイナ、あなたが持つその勇者の剣を持ってすれば、時の運も砕くことができるはず。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのは、アイナ、あなただけなのです。ちょっと待てよ。過去に戻ったアイナはまたここに戻ってこられるんだろうな。一度過去に戻れば、おそらく二度とこの世界には戻ってこられないでしょう。それに、壊れた時のオーブが暴走すれば、ねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれない。時の渦に飲まれてしまったら、アイナは永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんな。かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。あなた自身もどうなるかわからない。アイナ、それでもあなたには失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか？どういうこと？パラレルワールド？この選択はあなたが決めるのです。覚悟ができたら時のオーブが待つ時の祭壇へ。二度と戻れんって言ったねん。ということは、とりあえずそのクリア後のサブクエスト的な、サブストーリー的なやつも見ていきたいけん、もう過去に戻るとしても、それを見た後かなって思うけん、今すぐはここは違うってことやね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず平和になった村とか町とか、そっちの方に行ってみようか。